つま先から10センチの想像。皆さんこんにちは、ジェントルアワー TV ショーの時間です。この番組は同心代理社がお送りするクリエイティブチャンネル。番組アシスタントは同心代理社和田千秋です。よろしくお願いします。そしてこちらは、はい、同心代理社プロデューサーの亀井です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてリアルクかもしれない方と、はい、はい、あの前回に引き続き、同心大臣社のメンバーを、ゲストとして迎えて、今日も進めていきたいと思います。まずは紹介したいと思いますね。はい、このオレンジの犬たちの方、ブルーとオレンジと派手ですね。はい、同心大臣社きっての個性派です。塚田圭介、ボーカルでアクターをしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スカッチです。はい、そしてこのシャイなこうにやけ顔をしている今日緑の方、はい、ビデオグラファーでありフォトグラファーである藤田智也です。今日からふーちゃんと呼びたいと思います。よろしくお願いします。ふーちゃん、よろしくお願いします。はい、早速始まりました。まあ今日ね、急に出てくださいと言われてちょっと緊張してるんですね。そうちょっといい感じ、シャイな感じがまたいいですね。あの、さっくり、この番組の内容はですね、ここに書かれてるようにつま先から10センチの想像ということで、で我々いろんなことをこうクリエーションしてる、まあ、想像してね、ものを作ったり現場を作ったりしてるわけなんですけれども、その中でまあいろんなね、ネットとか好きでしょ。好きですね。情報見るでしょ。見ますね。はい、ね、あんまり変化ないでしょ。ないですね。はい、まあよくある情報と、まあよくあるものを見ながら、どっかで見たことあるなとか、まあ過去からリバイバルしたものだったりとか、そういう切り口で新しいものとして世の中に送り出されてるわけなんですけれども、まあ私たちはですね、もっとつま先から10センチぐらいの、まあ東大元暮らしですね、身近なところで同心大臣社なりの切り口で、またその角度で物事を見て、まあ人とまた他のグループだったりとか、そういうところと違うものを、まあ、形にして、まあクリエーションしながらお届けしていこうということで、それぞれの、まあ、プロに今日ねゲストで来ていただいて、その点をテーマにしながらちょっと今日軽くね、軽く雑談できればと、ふーちゃん思います。ちょっとね、じゃあお二人にその専門のことで、はい、自分の職種のことですねを踏まえながら、ちょっと自己紹介していただけたらと思うんですが、はい、アクターと例えばシンガーをしている、はい、その点で、まあ、同心大臣社としていろんなことを表現してくれてるんですけども、はい、そこも踏まえてちょっと自己紹介を。はい、はい、塚っちこと塚田圭介です。和歌山ですね。僕の自分の本職は、まあ、シンガー、ボーカル、まあ、バンドのボーカルやったりとかで、まあボーカルの講師、ボイストレーニングを、やってます。で、まあこの同心大臣社で、まあほぼ初めてというか、アクターとして、ね、モデルとして関わらせてもらって、やっぱりすごくシンガーなので歌ってで表現してお客さんからのこうレスポンスをもらうという、まあこれに集中してたんですけど、やっぱりこれに関わせてもらうことで、もう舞台裏でこの衣装を着た瞬間から自分の世界は始まってるんだなっていうのが感じ、スイッチだ、スイッチですね。そうなんですよね。これ着た瞬間にもうなんか猫背になれない
なるほどね。すでに妄想が始まって、はい、でこっからもう表現がスタートしてると、うん、で、まあ、舞台に出たらもう1本目からお客さんはやっぱその第一印象を見てるので、うん、もうそれで自分の、まあ、本業である歌の反応がやっぱりすごい変わるっていうのを実感して、うん、なんでこれもやっぱりすごく本職と同心大事者の活動ですごいこう相乗効果で勉強させてもらっています。なるほど、ありがとうございます。素敵な紹介でした。さあ、ちゃん来ましたよね。普段はね、このデルモン的な分野から、デルモン的な分野から、はい、普段はフォトグラファーとして、まあ、和歌山だったりとか、まあ、南大阪を拠点に、まあ、活動させてもらってます。まあ、縁があって同心大師匠に参加させていただいて、今までと違ったイベントの関わり方、まずなんだろう、イベントのその企画とかそういうところから携わらせていただいて、イベントというのは今までずっと、まあ、撮影することはありましたけども、そういう企画とかそういう裏側から関わっていくことっていうのはほとんどなかったので、そういうところではすごいいろんな勉強をさせてもらってて、まだまだ勉強中のところではあるので、これからもっといろんなことを吸収して、まあ、チームに還元できたらなっていうのは思っています。ありがとうございます。素晴らしい。実はこの番組に初回から彼に撮っていただいてるんですね。はい、撮る側に回った時はね、全然シャイじゃないんです。出る側に回るとこうなっちゃいます。ここはもうみんな個性が揃えて、はい、やっぱりもうファッションを扉にしてるので、まあ、こういうところも一つの同心大臣さんの特色かなとは思うんですけれど、せっかくなんで2人ね、特別な仕事をされてる方2人いらっしゃってるので、今でもお話聞いてたら、まあ、撮る側、撮られる側、うん、見せる側、見る側ですよね。はい、でさっき塚地が言ってましたけども、スイッチが入ると背筋が伸びると、うん、でもこれってね、まず声出す前の無言のメッセージじゃないですか。でまず ビジュアルがこう目に飛び込んでくると、ビジュアルが飛び込んできた見る側の人は期待感が増しますよね、うん、でわざと自分でハードル上げちゃうじゃないですか。でまたこの上がったハードルを超えていく快感ってありますよね。ありますね。ストイックなちょっと自分が出てきます ね、 ね、特にナルシストですから。特にそこのハードル高ければ高いほど、高いほど思えますね。ありますね。あります。ナルシスト取る特徴っていうかコツみたいなことってありますか。特徴ですか。スイッチあるんでね、なりきってくれるんですよ。スイッチ入ってる人は取りやすい。スイッチ入ってない人の方が難しいような気がします。本当にね、スカッチはね、スイッチ入ると別人になるんですよ。本当に、うん、でも本当にね、洋服着ただけでスイッチがバーンと入るんで、ね、もう入った瞬間、そうですね、スカッチこと塚田くん、私学生の頃から知ってるんですけども、うん、あこう、はい、そうなの、実は、はい、やっぱりこう、亀井先生にこう、はいはい、ね、着てこう、着飾ると別人ですよね、本当に。で、またね、また商売するんですよ、うん、確かにもう、どの色も飲み込む、前真っ赤にしたんですよ。ね、ねもう真っ赤やったら真っ黄色ったり、真っ赤にしました、ね、赤にも負けない男でした。素晴らしいです。そこがまた彼の特徴でした。トルガーから、例えば今日ね、はい、なんかすごい個性的じゃないですか。そうですね、ね、そういうまあ衣装をね、その身につけたりしたら、撮られる側のなんかスイッチとか、例えばこうさっきスカッチが言ってたみたいに背筋が伸びるとか、はいはい、そういう感情はフちゃんも湧いてきますか。湧いてきますね、やっぱり。ですか。うん、まあ、ハングル持ったら人変わるじゃないですけ ど、 なるほど、カメラ持ったらちょっとスイッチ入るのはありますね、はいはい、やっぱりそういうところでこう撮る側もこう衣装って大事だなみたいな。 あります、あります。ありますか、やっぱり。そうですよね。うちにね、こういう風な衣装を着た時に、まあ、モーションだったりポージングをつける、ね、宮本っていうのがいるんです、まあ、ここに今日来てるんですけれどもね。はい、なかなかそういうのって衣装をこう着る着ないっていうことだけじゃなくて、この衣装にはこの動きがいいとか、この衣装にはこのポーズがいいとかっていうのありますよね。ありますね、はい、その人の癖がそれぞれあるので、はい、まあ、その癖をうまく生かして、そこをまあ
当然外見、せっかくコーディネートしてるので外見と中もよくオーラってあるじゃないですか、はい、オーラをぐわーっと出すためにはやっぱりこちらの方でサポートしていくっていうのは必要なんじゃないかなと思いますね、うん、そうですね、はい、いきなり振らないでください、びっくりしましたで、多分まあ2人ともまた出演していただくと思うんですが、うちたくさんメンバーがいるのでいろんな組み合わせでいろんな場面を作りたいなと思うんですけど、はい、番組もね最後に必ず聞いてるテーマがあるんです、はい、多分最初にあの予告しておきましたけど言っちゃうんですね予告になっちゃう、はい、あのやっぱり想像がテーマだということでね、はい、あのお二人それぞれ専門職に就かれてますけれども、まあ、それぞれお二人にとってね、はい、まずつかっちから、はい、つかっちにとってのクリエイティブとは。子供からの妄想を形にすることですね。もう常に妄想、趣味が妄想なんですよ、ね、なんであのさっきのこの着た時もそうなんですけど、うんうん、常にあこれ着てる自分もなんか最高っていう妄想をすごいしてるんですよね。なるほどね。でやっぱりみんなこう子供の時って、うん、ちっちゃい頃いろんな多分妄想というか想像したと思うんですよ、うん、この思う方の想像ですね、はいはいはい、でまあ、あのドラえもんじゃないですけどあんなことできたらいいなみたいな、はいはいはい、ねのがあるんだけど、まあ、だんだんこう忘れてくるので、うん、なんかもうなんかこう同じようなこう考えにはまってしまう時がやっぱり大人になるせいあるんですけど、うん、やっぱりそれをもう一回ちょっと取っ払ってですね、子どもの想像妄想を思い出す。なるほど。これをちょっと朝日千秋ちゃんこれ同身大人者ですね。はい。さりげな。さりげなく。リアルしていただいた感じですけど、はい、リアルありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ふーちゃんにとってのクリエイティブとは何ですか？ミントテンプレーションは遊び心ですね。遊び心、楽しくないとやっぱりいいものってできないと思ってて、うん、でもまあそれがまああの独りよがりなもんとか、うん、でもまあいけないんですけど、まあチームでやる以上はまあね、自分だけ楽しくても仕方がないんで、みんなが楽しめたら一番いいと思う。まあ多分あのさっきの前の人たちが言った現場作りにも多分つながっていくことなんですけど、まあみんなが楽しんでできるものは多分すごいいいものができると僕は思ってます。またお二人にも登場してもらうことはもちろんあるかと思います。今日もいいお話を聞かせていただいて本当にありがとうございました。もう目に焼き付きました、オレンジと緑またぜひお越しいただき、どうもありがとうございました。ありがとうございました。同心大人者。